2019明治安田生命 J1 リーグ第32節 FC 東京と湘南ベルマーレの一戦をお送りします。依然雨が降っています。気温15度。それぞれに置かれた状況は優勝かあるいは残留か、はい、FC 東京はもちろんトップに立ってますので自力優勝の可能性を残しています。では FC 東京のメンバーと予想フォーメーションです。ゴールキーパーフルタイム出場の林、室谷、岡崎、誠、森重、小川、中盤に大森、橋本、高萩、そしてキャプテンの東、2トップに長い9ゴール14ゴールのディエゴ・オリベイラです。ベルマーレです。ゴールキーパー2試合連続で富井、岡本、坂、そこに山根が先発2試合ぶり、ワイドに小林、鈴木、センターに斉藤瑞希と金子、シャドウに松田、山田直樹、最前線今日は山崎が入ります。点を取るためにサブには梅崎、指宿、そして野田を控えに置いています。サイドにディエゴ・オリベイラ、サポート室谷、えぐります、折り返しファーサイド東、セカンドボール、完全にマークを外しました。決定機でした。東、そうですね、深いところまで室谷が、まあ、ディエゴ・リベラからパスを受けましたけども、まあ、クロスも非常に落ち着いてました。まあ、何よりもここで1回もう1回入れたっていうのが良かったですね。ここね、山崎を使います。胸コントロールから内に、これがパスになる、おー、ポスト、左足、山田直樹、橋本、お、捕まった、山崎が行く、山田直樹、逆サイド松田が呼んでいます。そこにボールが出る、コントロール、シュートだ、ゴール、ベルマーレ先制。逆サイドの松田が見えていました。まあ、やっぱり切り替わった瞬間なので、まあ、小川ですから間に合わなかったですよね、この戻りが。はい、で、まあ、山田直樹もよく見えてましたし、ちょっと遅れたかなと実は思ったんですけど、まあ、湘南の切り替えてからの、まあ、早い攻撃が実ったシーンですね。もう一度森重、長いボール、ディエゴ、大森、前に長井が走って、これはちょっと連携合わなかったが、つながった、長井だ、折り返し、打ちに行きましたね、長井。滞空時間の長いボール、サッカー強いんですよ。速いボールできました。セカンドボールワンタッチある、うん、リフレクションしましたがしっかりとキャッチしました林。左小川、相当戦いましたので、あ、これ自分で行く、橋本、折り返し、三田、左足、ディエゴ待ちます。コントロール、サポートを待つ、後ろから小川、選手2人でブロックをしました。ベルマーレ、橋本、ディエゴ・オリベイラ、ちょっと狭いと三田のシュート、今のはちょっと離れましたね。ディエゴ・オリベイラ、まあ、スッと前向きました。岡本の対応でしたけど、ちょっとここは離れすぎましたね。まあ、ここはちゃんとして、まあ、セットしていけるようにしてあるので、今松田ですけど、松田と金子でね、はい、その、まあ、高木見るということには変わりないですよ。岡本が上がって折り返してきました。これがつながって、右足、最後山崎、
枚4枚で作りましたベルマーレ。狙ってきました、打ちに行きました。三田、ね、岡崎下がって高木陽次郎、中でユインスが上げてこいとジェスチャーしてます。柔らかいボールが出る、このセカンドボールダイレクトシュート、追いつきました東京、見事です森重。難しい状況でしたがリラックスして合わせました森重。なんか森重らしいというかね、力が入ってなかったですよね。終わりだ、試合終了。試合終了です。1対1。東京は負けなかったか当然良かったですし、あの状態から追いつけたのが良いとして、まあ、湘南ですよね、はい、勝ち点3と1ではだいぶ違いますからね。そうですね、はい。